北緯40度56分29.32秒、整形73度51分51.71秒、北緯40.9414778度整形73.8643639度、40.9414778マイナス73.86436394カーズは、アメリカ合衆国ニューヨーク州の南部、ウエストチェスター郡、ニューヨーク市のすぐ北に位置する市、 アメリカ合衆国国勢調査局の調査では、総面積52.6平方キロメートル2000年の人口は196,086を有している。かつて、オーチスエレベータカンパニーの創業の地となった工場があった。1983年にオーチスの工場は閉鎖されたが、同地で1986年から川崎重工業の子会社が、 鉄道車両の最終組み立てを行っている。ミュージカルで映画にもなった、ハロードーリーの舞台になり、1991年に、トニー賞、ピューリッツァ賞技曲部門を受賞したニール・サイモン作の、ロストイン・ヨンカーズの舞台となった。レディー・ガーが DMX らの出身地として知られる。ヨンカーズ駅、ヨンカーズ駅がブエナビしたアブニュー後にある。メトロノース鉄道のニューヨーク市内へ行く。 ハドソン線の駅でアムトラックの停車駅にもなっている。アムトラックの停車する列車は下記の通り。ありがとうございます。